はい、イーガルズもですね、最近の活躍はほんとすごいですからね。はい、ちなみに、はい、あれは、コモじゃねえか。ハヤトは、はい、イーガルズのメンバーと話したりするんですか？そうですね、メンバーの中に僕がエグザイルプロフェッショナルジムの生徒だった時から一緒にレッスン受けてるメンバーもいるので。誰誰？楓とか、みゆとかは、はいはいはい、東京で一緒にこうレッスンも受けてた時期もあるので。あ、そうなんだ、ね。はい、なんかすごい遠いというよりかは、なんか一緒にこうレッスンも受けてきたっていうのもあるので。なるほど、はい、なるほど。タイプは誰なの？そうですね、またしっかり考えさせていただいて後日あ、逃げた今逃げたぞ、ハヤトさらっと逃げたぞ。でちなみに、はい、女性のタイプはどういうタイプが好きなの？でも僕はちょっとスラッとしてる女性が好きです。ちょっと大人っぽいというか。ほう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 。でもなんかちょっとこう喋るとちょっとまあ年相応感が出るようなギャップがある女性にちょっと惹かれますね。なるほどね。で、ちょっとちなみに芸能人に例えるとどういう人になるの？でも4話さんとか好きですけどね。4話さん、はい、なんかだいぶなんかお前すごいと思ったな、はい、なんか、はい、でもなんかこう見た目はこうすごいやっぱ大人っぽいんですけども、綺麗だもんね、はい、すごい綺麗なんですけど、ちょっとこう喋るとなんかこう、あ、そう、なんか、はい、あんまり話してるイメージがないんだけど、あ、そう、うん、すごいなんかこうクールビューティーなねイメージがある。はい、そうなんですけど、やっぱこうちょっと喋ると4話さんが好きなんだ。4話さん好きです。イーガールズはだと、またすいません、ごめんなさい、改めてそういうのあるんだね。はい、すいません。はい、ということで、リクエストいただいたこの曲をお送りしましょう。イーガールズで、イーガールズでフォローミーをお送りしています。イーガールズは7月からライブツアーも控えています。皆さんぜひチェックしてください。はい、ライブツアーね、僕たちもね本当に楽しみにしています、はい。